で、祇園祭ね、ここがあるね、あれにこのキリストのなんかいろんなタペストリーがあるでしょ、中東の絵柄が、ここに。あれまさに祇園祭の会長、あれはイスラエルのシオンの祭りだとおっしゃったから、平安京はまさにですね、イスラエルのです、ね、ユダヤの来たその精神がここにともある。で、あの蜜鳥居がありますね、三井のあれね、蜜鳥居、小島さんに、ね、三本柱、これ聖書の三人大切三つ、だからもうまさに京都はその聖書 その最初に来た、あれはもうかなり古い時代に入ってきた場所であるということを頭に置いておかないとですね、今日の私のお話、させていただく内容はですね